さあ後半に追加点を許しましたが、レッドハリケーンズまた取り返すチャンスです。ここは確実にリチオ、同じ手でいいと思いますね。そうですね、それがもうここまで功を奏しています。あ、しかし低く構えていますが、じわじわ慌てず、あ、取れた、取れたか、体が伸びてしまった。ボールは出てきそうです。左サイド、タイラーポール2シーズン目の選手です。南アフリカ対決でしたね。そうでしたね、ファンダイクと。そしてナヤタルイ、もう一ついけますこの人。そうですね、でナヤタルイもすぐ出てきて、うん、もう一回攻撃に参加するべき。ボール生きたままプレーできるか。さあナヤタルイが立ち上がります。仕留めるところで使いたい。ナヤタがもう一つサイド一発で取れるかどうか。左サイド抑えた、きた、取ってきました。すぐに取り返しました。レッドハリケーンズ大阪です。ナヤタルイのトライ、これでゲームに近いでしたね。後半まだ始まったばかりです。手元の時計ではトータルで46分。HIのチェック、あの今メディカルから入ってるからチェックしてもらっていいかな。はい、あるでは、はい、ナヤタルイのこの前に出る力、うん、はい、ただいまトライ、セカンドの勝ち、ナヤタルイ選手。ボールを持った時に大谷明らかに通用する、うん、リーグワンチャンネルをご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。これからも楽しんでいただける動画をアップしていきますね。